ようお前ら、俺様だ。俺様だ、イエイイエイ、俺様だ、イエイイエイ。今日も太陽がボーボー燃えている。そうです。そして今世界家さんがね、今ボンボン弾けなかったんで、すごい硬い、これ不要品、あの妖怪のせいですね。妖怪のせいで。違いますよ、これね、さっき、はい、いや本当できたのできるはずなんですよ。だったらね、そう、これをダイソーで購入しましてね、チャレンジボム、外れた一番当たった人には一発ギャグをやってもらうっていう、企画です。はい、新年なんでね、そういうちょっと罰ゲーム的なのもいいかなということで。一発ギャグ考えてたんですけどね。一発ギャグ、世界家さんボーボーでしょ、軍人さんの前でしょ、軍人さんの、その、あのあれですよ、漢方薬のジーアン。あ、漢方薬、これあれすごい気に入ってるんですよ、個人的に。漢方薬のジーアンすごい好きなんですけど。漢方薬のジーアン、あれすごい再生回数いってるよね。1万回いってる、一気にいってるよね、すごいよね、文字。はい、今日もね、真っ青なね、青空で太陽がボーボー燃えてるのがよーくわかりますね。はい、ボーボー、今日も太陽がボーボー燃えてる。軍人さんと山口さんですね。あと何十億年かするとこの太陽も燃え尽きて灰になっちゃいますね。燃え尽きる前に地球飲み込んで、我々地球に住んでるやつらは全員ボーボーされちゃう。そうですね。その前に僕たちもボーボーしましょうか。どこに行った？はい、今日のね、昼はね、代々木公園で買ったこの400円の焼きそばですね。本当はね、牛丼が良かったんですけど、ご飯物が売り切れってことでね、仕方なく焼きそばを買いました。はい、文人さんとね、くるみんさんのビンゴゲームにね、参加して、なんと俺様ビンゴを取っちゃいました。はい、見てください、いっぱい穴開いたんですけどね、リーチからね、ビンゴになるまでだいぶ時間かかりましてね、縦5つ穴開きました。スポンジボブみたいにね、穴開きましたね。はい、まあ、このカードはボーボー行きなんですけど、でこれ景品がね、あの軍人さんのね、これ100万円、しかも100万円これいっぱいあるんだよね。いくつ入ってんのかな、100万円、100冊ぐらい入ってんのかな、1億円ぐらいあるんじゃないですかね。これでね、俺様も億万長者ですよ。はい、じゃあね、皆さん、ボーボー、好きなものを、文治さん、あれはカメラ、まだ撮影しない。あの、まだポーズ考えにしても、茂木幹太郎が何か分かんないとポーズの考えようがないから、まずは茂木幹太郎を見てもらうところから始めます。茂木幹太郎をじゃあ、まず見てもらうということで、はい、今ね、茂木幹太郎ポーズを考えてもらう。イエイイエイ世界系イエイ。モヒカンタロウの何なのかをまずみんなに見てもらえばいいじゃん。モヒカンタロウが何なのか、何なのか分かんないとポーズ決めようがないんで、モヒカンタロウを知ってください。あ、これってこうやって持ってる。じゃあ紹介します。この方がモヒカンタロウです。ブー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